元日本代表キャプテン森岡隆三さんをゲストに、サッカージャーナリスト三村祐介と日本サッカーの強化に尽力するサポーター代表元谷医師がパリオリンピックを徹底討論。オリンピックが今後、どういう位置づけで、日本サッカーは考えていくべきなのか、育成の大会にシフトするべきなのか、あくまで結果重視なのか。出るからには当然優勝を目指してっていう真剣勝負ですよね。それと同時にその U23 の選手たちにとっては世界と戦える貴重な舞台なんで、もうそういう意味では育成ですよね、だ両方だと思いますよ僕は。岡田武史さんも結構言ってることで、日本の指導者をしてると哲学とかそのスタイルとかがよく言われるけど、勝つのが前提だって言ってて、これ有名なリネカー あの番組持ってるんで、そこでグアルディオラにリネカーが、やっぱ君はファンを喜ばせたいのって言ったら、もちろん喜ばせたいよ、だけど勝たないと意味ないよってグアルディオラが言ってて、それが本質だと思っていて、日本はどうしても型を大事にする、流派とかそういうものを大事にする文化ってあると思うんですよね。だからこそ僕は結果に振るべきだと思うんです、結果を追い求めることがあるからこそ、そういう流派とかそういうところの過程を大事にする日本の良さが生きてくるのかなっていうところが僕はそっちかなと思うので、それはプレースタイルと一緒ですよね、だからあの要は原理原則のゴールを目指すとこからあるから、ポジションがっていうところ、なんかそこが手段と目的が逆になっちゃうことが逆になりがちなのが、間違いなく実際自分が監督やってた時もなりがちだったんで、なんかその辺は間違いないですね、元谷さんどうです？あくまでも、あのワールドカップ優勝っていうものがあって、やっぱそこから逆算してほしいっていうのがあって、必ずしもその金メダルイコールあの最良の結果っていうわけじゃないんじゃないかなと思ってまして、オーバーエイジ論争もそうなんですけれども、一方でその結果を求めすぎているところもあって、実はそれはもしワールドカップが仮に優勝できたとしたら、北中米カリブ海で、じゃあ何が良かったのっていうことになった時に、じゃああの時はオーバーエイジ呼ばなくて良かったよねっていうふうになったかもしれない、なるかもしれない、それはもう結果論かもしれないけれども、目標に向かっての逆算のワールドカップ優勝に向かって、でこのオリンピックはこういうプランでちゃんと行きましょうっていうものが、我々がちゃんと見えてたらもう少しまた面白いですよね。そうですね、協会としてこういう感じだから、ここのところは少しポジション的にはこのポジション足らないからオーバーエイジで使おうと思ってるっていうものとかがもし見えてたりしたら、そのプランに沿って今回のこの結果だったら、もしかしたら9大点以上だし、もしかしたら全然物足らないしみたいな感じだと思うんで、なんかその辺も含めてプランニングって大事なんだなと思いましたね。今ね、純粋にやりやすいですよ、同じビジョンをある程度描いてるんで、よく頑張ったじゃなくて悔しいって方で、当たり前だった基準をもう変えないといけない。森岡さんが、あの参加されたシドニーの時は、アンダーからトップまで、トルシエ監督が見るっていうシステムもあって、シームレスのつながりもあったと思うんですよ、そういう意味ではそのシドニーオリンピックの段階で日韓ワールドカップにこうつなげていこうみたいなビジョンははっきりしてたんですか？この監督ユースやってたよねっていうところもあるし、でトップやってて、でオリンピックもやると、これはもう当然そういうメッセージはあるなっていうのはそれは感じましたよね、それと同時にその若い選手たちが上に上がってきます。もう純粋にやりやすいですよ、同じビジョンをある程度描いてるんで、信じたったりイナだったりっていうのがグッと入ってきて、なんて楽しいんだと思いましたね。なんかそれもプレースタイルとかっていうのもそうかもしれないけど、ある意味トルシエ監督が作ってた文化みたいなものが、そこが合うのが一番大事でしょうね。トルシエさんの時って比較的当時では珍しい戦術も使っていたので、より3バックでフラットスリーハイプレスで、玉際とかめちゃくちゃいってるんですよね、みんな。とんでもない中盤のハードワークとか、でガッツン転ばされてもすぐ起き上がって普通にプレーするとかっていうのは、こんなにちゃんとサッカーしてたんだって思いました。そういうもので、しかもこんなにライン上げるのかよってものがあったりするのが、あれをやるにはやっぱりあのシームレスな感じ、あの世代がこう、うまくつながっていった感じっていうのは必要不可欠だったでしょうね。
ボール使わないシャドートレーニングみたいな森岡さんいっぱいやってましたもんね。あうんの呼吸をまさかあんな守備のところで、はい、もうお互い見合わないでももう上げたり下げたりがピシッと揃うようになりましたからね。自国開催の時にその自国がいわゆる決勝トーナメント行かなかったケースってそれまでなかったっていうことで、はい、結構プレッシャーかかってたんかなって私思っててですね、うんうんはい、ありますでプレッシャーかかってる中であの時は多分ワールドカップ優勝っていうことを考えてなかったと思うんですよ自国開催だけど、はい今はワールドカップ優勝っていうことを考えながら進めていかなきゃいけないっていう、うん、もうある意味ステージが変わったのかなと私は思っててですね、うん、みんなあの 目が肥えてきたしワールドカップ優勝のためにじゃあどうするんだっていうところをやっぱ考えるようになってきたのかなと思うんですよね。これでも難しいのは当然監督が変わればやり方も哲学も全部変わるわけじゃないですか、はい、トルシエ監督の時みたいに上から下まで一貫してやってるわけじゃないときはそこを揃えるっていうのは結構森岡さんこれは難しいことでもありますよね。そうですね、まあ、なんかよく言うジャパンズウェイみたいなものを日本のサッカーってこうあるべきだみたいなものの議論っていろんなところであるとは思うんですけどある程度の指標みたいなのはあってもいいかもしれないですけど地域地域でいろんなサッカーもありクラブクラブでというかそれが総合的になんかいつの間にか日本のサッカーってこうだよねってなるもんだと思うんで今回のオリンピック代表の戦い方ってある意味、うん、今までの日本のサッカーの集約みたいなところも感じるんですね、うんうん、ジャパンズウェイっていうところでいうといつの頃からかやっぱりボールを大事にする、うん、ポゼッションっていう言葉がすごく一人歩きしてなんとなくそういうイメージって出来上がってた時期があると思うんですけど、はい、僕個人的にはジャパンズウェイってやっぱり日本人の勤勉性とかあの真面目な集団で統率力を持ってやりきるところとか、うん、そこがやっぱり間違いなく世界に一番武器として出せる部分なんじゃないかなと感じていて、はい、それは近年の大会でどの代表チームでも日本は出せているんじゃないかと思うんですよ、うんはい、みんな勤勉性で目線が揃ったっていうのは大きいんですけど今回は突出した誰かの選手に頼らないからこそ揃ったんじゃないかなと22年のカタールワールドカップに関してはもうグループリーグに2カ国も優勝経験国があるからこそ自分たちがこういうサッカーをやりたいっていう話にならなかったからこそ名戦が揃ったかなと。ただ2014年のワールドカップの時は優勝したいって言ってる人がいるけどいやいやもっと現実を見ないやっていうところで目線揃ってなかった部分もあったと思うんですよね。だから今はまだその目線を揃えるのが外的要因に追う部分が大きいんじゃないかなと思っていて、うん、それをじゃあどうやって主体的に目線を揃えていくのかを考えていくべきかなっていうのと同時に、うん、その勤勉性が良さだからそこから飛び抜けたここをどうやってチームに組み込んでいくのかっていう、うん、その2つがあるのかなと思っていて飛び抜けた子の扱い方みたいなのはやっぱりもうそれこそ監督の力量というのは今後より大きくなってくるとこありますよね、うん、飛び抜けた子って言ってもその日本人らしさのもう最たるものと思ってんだけど本当遠藤君とか、はい、最初湘南で見た時もすげえいい選手だと若い頃に思ってたけど正直ここまで来るとは思わなかったから、うん、でもすごい積み上げたなと思っててなんか個人的にめちゃくちゃ嬉しいんですよ、うん、なんかでまた三笘君とかももうプレミアリーグであんなマラドーナみたいなスーパーゴール決めるみたいなしちゃうわけじゃないですか、うんはい、そういう突き抜けたこうものは出せるような選手たちがあのヨーロッパのいろんなリーグで出てきてるから、うん、まあ指揮官としたらああいう選手どう組み合わすかとかめちゃくちゃ楽しいですよね、うんうん、めちゃくちゃ楽しいと思うどのタイミングで投入するとか、うん、嬉しい悲鳴みたいなのよく言うけど本当に悲鳴でしょうね、うん、誰をどう選ぶかで、そうですね、うん、いろんな思惑がみんなあるだろうから、うん何の話からこうなったんですか。おかしいな。まあでも本当にその日本の強みとしている部分は普遍的にあると思うので、結局は話の帰結はいつもそこにこうどうやって上積みしていくかっていうところになるんじゃないかと。自分の中で当たり前だった基準をもう変えないといけないっていうところが相当ね三浦さん意識したんじゃないですかね皆さんね。まあだから国保選手なんてじゃあ次あのフェルミン・ロペスのあのシュートを止めるにはどうしたらいいってこれからシンダトロイデンでやっていくわけじゃないですか、
よく頑張ったじゃなくて悔しいっていう方で捉えた方が僕らいいのかなって、うん、そしてみんなそれをバネにしてよく頑張ったとも言えるんだけどこうお尻をした方がいいのかななんて偉そうですけど思ったりもしちゃうんですけどね、うん、どうなんですかね選手としては。いや本当そうだと思います。これで満足してる選手がいたらそれはそれでもう大問題ですよ、うん、本気で自分も将来的にその高みに行くんだっていうところを考えてやる、はい、まあ、それこそその目標がからの同逆算で日々を過ごすかって全然変わってくるじゃないですか、うん、いろんな高いところにぶつかった時に帰ってきてのもう行動が全然変わるんですよね、はい、これはね簡単じゃないんでしょうけどね目標設定って本当大事だと思いますね、うん、もう全てはそこから始まると思ってますから、うん、まあ本当に今回出場した選手たちは必ず A 代表でこれを本谷さん晴らしたいっていう思いに、そうですよね、燃えてるでしょうからね、うん、だからそういった面ではこう本ちゃんの大会を増やしてあげたいなってすごく思ってて、ワールドカップ優勝するためにどうあるべきかっていうことをベクトル合わせて推進力が増すっていうのはもう物理学で基本中の基本ですから、矢印を太くするみたいな感じでしょうね。そうです。だからそれがワールドカップ優勝というベクトルに対してみんな一致協力するっていうことをしていかないとダメな時代、指導者が。次回日本代表の未来を担うジュニア年代の育成を徹底討論。世界基準ではないジュニア育成の常識にメスを入れる。